平野省の地元愛が爆発。イオン名古屋茶屋店で前代未聞のビアボール陳列。ファン殺到で販売前倒し。しかし、この熱狂は誰を幸せにするのか ?5 月13日、イオン名古屋茶屋店の酒コーナーで、信じられない光景が繰り広げられました。それは、まるで虹色の波が押し寄せるかのような、サントリービアボールの大規模な陳列。 平野翔さんが CM キャラクターを務めるこの商品はピンク、レッド、ブルー、グリーン、イエロー、オレンジの5色のバリエーションで展開されその鮮やかな色彩が普段は落ち着いた雰囲気の酒コーナーを一変させていました。この日平野翔さん出演の TBS 系グッドフレーズでビアボールの60秒 CM が発音エアされる予定でした。 CM 放送と同時に商品を店頭に並べることで視聴者の購買意欲を刺激する戦略まさにマーケティングの王道と言えるでしょう。しかしイオン名古屋茶屋店で起こった熱狂はそんな計算を遥かに超えるものでした。圧巻夢見たい。これは聖地巡礼確定。SNS 上には ファンの興奮と喜びが溢れ出すコメントが殺到。まるでライブ会場のような熱気。それは、平野翔さんの地元愛と、商品への期待が織りなす、特別な空間でした。実は、当初の予定では、ビアボールの陳列は、翌14日からでした。しかし、ファンの問い合わせが殺到したため、急遽前倒しで陳列されることに。サントリーとイオンは、 ファンの熱意を敏感に察知し、柔軟に対応したのです。この臨機応変な対応は、ファンの心をさらに強くつかみました。企業側の配慮と、ファンとの絆を感じさせるエピソードと言えるでしょう。しかし、この熱狂的な状況を、単純に喜ぶだけではいけないという側面も、同時に浮き彫りになりました。商品を買い占める人、 転売目的で購入する人、そういった人々が出てしまう可能性も否定できません。ファンの熱意は美しいものですが、それが加熱し、一部の人にとって不利益を生む可能性もはらんでいるのです。さらに、企業側の視点も忘れてはなりません。企業は、消費者を喜ばせるためではなく、利益を追求するために商品を販売しています。 ファンの熱意を利用して商品を効率的に販売するという側面も確かに存在するのです。この出来事は私たち消費者の立場についても考えさせられます。私たちは企業の巧みなマーケティング戦略に踊らされているだけなのでしょうか美しい陳列や限定品という言葉に私たちは無意識のうちに心を奪われているのかもしれません。 しかし、一方で、好きな芸能人を応援したい、その商品を通して喜びを感じたいという純粋な気持ちも、確かに存在します。企業の戦略に乗せられているという側面は否めませんが、同時に、私たち自身の感情や欲望も、この熱狂を生み出している一因と言えるでしょう。重要なのは、これらの要素を理解した上で、 自分自身の行動を客観的に見つめることです。本当にその商品が欲しいのか、それとも、周りの熱気に流されているだけなのか。企業の思惑と自身の感情、その両方を冷静に見極めることで、私たちはより賢明な消費者になれるのではないでしょうか。今回のイオン名古屋茶屋店の出来事は、私たちに消費社会の光と影を突きつけました。 美しい陳列の裏側にある戦略、ファンの熱意と企業の思惑、そして私たちの行動基準。これらの要素を深く理解することで、私たちはより成熟した消費者として、これからの時代を生きていくことができるのではないでしょうか。私たちはこのような状況をどのように捉え、どのように行動すべきなのでしょうか今回の出来事は、 私たちに多くの問いを投げかけています。商品を手に入れる喜び、好きなタレントを応援したい気持ち、それは誰もが持つ自然な感情です。しかし、その一方で、倫理観やモラル、そして冷静な判断力も忘れてはなりません。熱狂の中に埋もれてしまわず、状況を客観的に見つめることが、これからの私たちには求められているのではないでしょうか。 イオン名古屋茶屋店のビアボール陳列は単なる販売促進活動を超え現代社会における消費者行動、企業倫理、そしてファン心理を問う一つの社会現象と言えるかもしれません。この事態にファンは敏感に反応した。ナンバーアンダーラインアイのメンバーカラーは公式に発表されていないものの、キングプリンス時代の色分けはファンの間で広く認知されていた。 そのため、カラフルグラス3個付きビアボールのグラスの色がレッド、ビアボカラーブルー、パープルという組み合わせになったことに何か意図を感じ取ったファンも少なくなかった。SNS 上では、これは偶然。それともサントリーの戦略。メンバーカラーを意識したとしか思えない、これはもう買うしかないでしょう。といった憶測や興奮の声が飛び交い、 瞬く間に拡散されていったこの事態を重く受け止めたサントリーは謝罪文を発表し希望者には返品及び返金対応を行うことを明らかにしたビアボールカラフルグラスは2023年8月から景品などで提供しているもので6種類のカラーが存在する今回のカラフルグラス3個付きビアボール 3月19日から5月9日の注文文までがナンバーアンダーラインアイの CM 起用のタイミングと重なり、買い求めるファンが続出した。フリマサービスでは入手困難となったためか、同グラスが大量に出展されている。勘違いで購入してしまったという人に対し、希望があればサントリーでは返品及び返金の対応をすると告知している。なお、 6種類のビアボールカラフルグラスは今後も景品などで提供していく予定とのこと。サントリーの謝罪と対応にもかかわらず、この偶然の炎上は皮肉にもビアボールの知名度を爆発的に向上させる結果となった。ファンたちはグラスを求めてビアボールを買い求め、SNS 上ではハッシュタグナンバーアンダーラインアイアンダーラインビアボールで乾杯。 ハッシュタグナンバーアンダーラインアイアンダーラインビアボールといったハッシュタグが拡散されたのだ。メディアもこの騒動に注目し、新聞やテレビ、ネットニュースなどで大きく取り上げられた。ビアボールはナンバーアンダーラインアイの CM 効果に加え、この偶然の炎上によって、前代未聞の宣伝効果を得ることになったと言えるだろう。では、この出来事をどのように捉えるべきだろうか これは単なる偶然の産物だったのかそれとも巧妙に仕組まれたマーケティング戦略だったのかサントリーは否定しているもののファンの間では意図的な炎上商法ではないかという憶測も飛び交っている。真相は定かではないが、この出来事が現代におけるマーケティングの複雑さと予測不能な消費者の行動を浮き彫りにしたことは間違いないだろう。 そして、この騒動の中心にいたナンバーアンダーライン愛の3人は、一体何を思っているのだろうか彼らは、自分たちのイメージカラーが、このような形で利用されたことに対して、どのような感情を抱いているのだろうか彼らの心中を察することはできないが、今回の出来事が、彼ら自身の活動にも大きな影響を与えたことは、間違いないだろう。ビアボール。 ナンバーアンダーライン愛、そしてファンの熱意偶然が生んだこの出来事は私たちに多くの疑問を投げかける。あなたはこの奇跡のようなマーケティングをどのように評価するだろうか